私なんかそのいきなり大きな選挙に挑戦するっていう自信はないんですけれども、次の統一地方選、今からどんなことができますかね？やっぱり勝ちに行く統一地方選挙ってなるともう1年2ヶ月ある意味しかないので、どこでやるのかっていうのと何を訴えるのかっていうところをまずしっかりと考えていくことですよね。だから、あとどれぐらいの収入を得たいのかとかも含めてですよ。だからまずどこで立候補するのかをまず決めないと。で、どこで立候補するのを決めるっていうのは、自分がどういう人生を歩んでいきたいのかっていうところの、まず何から始めるかっていうか、まずそこの自分のどうしたいのかが一番大事。そうですね。今私船橋に住んでるんですけども、例えばの、例えばの話、船橋で、もう、マスクを外そうとか、ワクチン打つなみたいなのは、もうダメかなと思ってるので、マスクをマナーにするなっていうのと、ワクチンを条件にするなっていうのを訴えていきたいなとは思ってるんですけど。いや、だからそうですもうね。船橋って決まってるんだったら、船橋でも活動するっていうことを決めてるのであれそうば、ですね。船橋って駅が30何個もあるわけですから、そういうビラを作って配っていくっていう活動が一番経済的にも効率的にもいいとは思いますが、ただもちろんそのなぜ船橋、なぜっていうか船橋に関しては年収1000万円もあるところなので、やっぱ非常に厳しくなってます。僕がそれを教えちゃったんで。やっぱ年収1000万円って全然違うんですよ。年収600万と1000万円、例えば年収500万と1000万円って言ったら単純に金額が倍と思うかもしれないですけど、これ不可分所得って言って、最低限必要な食費とか生活費を削ったら500万円の人ってほぼ贅沢できないんですよ、一人暮らしだとね。でも1000万円となると400万円例えば絶対必要ですと、生活費に。この前奥さんとすると500万円ってこと、600万円だと不可分所得は6倍違うんで、だからその船橋で出るっていうのは相当当選を目指すんだったらなおさらきついと思いますね。そうなんでなすおさらきついっていうか、1年2ヶ月でできますかって言ったらほぼほぼきついと思いますよね。そうなんですね。わかりました。特ありがとうごにざいそまのマす。スクっていうのはね、もう多くの人がまた言うでしょうからね、そうちょっともろかぶりするんですよね。もういろんなところでもうマスクしてないのが悪いみたいな感じになっちゃってる流れを変えたいなっていうのを別にマスクに関しては僕さっき言ったように運動としてされるのか、それともご職業としてされるのかによっても違うんですよ。だからこういう運動をして一人でも多くの人にマスクなんて外してほしいと思ってやって、それはそれでやるって別のお仕事をするなり、さっき言ったように生活保護を受けるなりしてやるのか、それともそれでお金儲けないのかっていう、そこも全然違ってくると思います。議員になって、やっぱマスク外せるお店とかを増やしたいとか、そのマスクの中はマスクしてないと悪いみたいな、マスクマナーになってるみたいな流れを変えたいっていうのが。全然悪くはないですけど、逆にそれだと議員じゃ無理でしょうし、市長じゃないとできないでしょう。そうなんですか。議員っていうのは、市議会議員っていうのは行政じゃないので、行政がやろうとしてる、市長がやろうとしてることに対して丸か×かを出すだけなので、街中でそういうマスクを外してもいいっていうのはルールを作るってなると、それはもう市長選に当選しないと。わかりました。ありがとうございます。私全然知識がないので。いや、でも知識がないのは、その一個一個知識は皆さん1か0から1個やるんで、ここでそういう質問されることっていうのは非常にいいと思いますよ。ですね。ありがとうございました。どうぞ。あれ、落としてあった人のもの、申し訳ない、壊れてたら堪忍です、弁償します。大丈夫ですはい、大丈夫ですか、すいません。どうぞ、ここから。壊れてないですかね。大丈夫ですかね。壊れた刺さり弁償しないとな。音声チェック。